二人で半人前。よし、行きますか。砂糖甘味料不使用だって。あ、みかんジュースの話？そう。はい、ということでただいま私たちは、ここ北見ではなく美幌町スタートです、今日は。はい。はい、で、あれですよ。これをまさしく鶴の一声というでしょうか。洋館さんがね、あ、鶴見に行きたいね。うまいこと言ったね。そうですよ、うん、これぞ鶴の一声ですか。あー、じゃあでも失格。意味がからなんで認めないんですか。ということで今これ美幌の町、まあ、北見隣町だけど、そっから美幌峠を過ぎて、朝ごはん落とした。あと位置的にはあれはなんだ、鶴がいるから鶴居村って公式が言ってる鶴居村の方に行こうかと、うんうん、どちらか釧路より、釧路町鶴居村とかなのかな、なんかな、住所的にはね、うん、洋館さん、美幌峠これ入ってきたんじゃない？うん、ちょっと上がってきたよ。上がってる、上がる。古いんだよな、マジで。ちょっとずれてるというか。お、この辺だよ。あ、着いた。ちょっと入りますか。はい。あ、綺麗そうだぞ、でも。地味に。よいしょ。レイ、結構しかないね。OK。あ、今来ました。あ、今来たか。止まってください。事故の元だろ、こんなとこで止まったら。こっちこっち。あ、犬が、おお、かけてるね。かけずり回ってる。あ、すごいでっかい犬。お、でかっ。何あれ、サモエドみたいな。すげえでかかった。なんだっけ、グレートピレニー。ああ、そういう系。よし、ここでいいかな。 OK、 到着。うん、じゃあちょっと見に行ってみましょうか、絶景とやらを。イエス。行きましょうか。こっちにね、すごい展望台があるから。ぐるっとパノラマ美幌峠。こっちから行こう。あれ行けるよね。まあそっちだ、そっち。オッケー。さあ、もう下凍ってるよ、地面これ。あ、出てきた、出てきた。すごい風が当たるところだけ岩が凍ってる。何これ、不思議。うわ、すごい、全部凍ってるよこれ。すごい。うわ、すげえ綺麗。凍ってる。車が出てる。いいですか、出発しますよ。ちょっと落ち着いたんで。うん、ちょっと顔溶けたわ。うん、もうほんとビー、もうビキ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 って感じだったよ。うん、オーケー。まあ冬にしか見れない、やっぱすごい景色だったな。ね、あの屈斜路湖が凍るっていうね。オーケー。で、こっから右です。石川方面です。そうです。はい、行きますよ。来ませんね。オッケー。こいこい。呼ぶんじゃないです。安全に出れる。うわー、綺麗だ。ここ綺麗だよね、本当。うわ、綺麗。この凍りついた感じがまた。その島行ってみたいよね。なんかあれじゃない、やっぱ勝手に立ち入りできないんじゃなってると思うけど。なんか研究以外は入れないとか、そういう、うん、なんかやってるはずだよ。
鶴ですよ、鶴。鶴、うん、単調鶴です。お、なんか街っぽい雰囲気が出てきましたよ。来ましたよ。一応目的のね、場所まではあと本当は8キロぐらい。8キロ、はい。もうほんと10分ぐらいで着くと思うんだけど、うん、鶴居村なのかな、これが。一応結構前にあの一応鶴居村ですよっていうカントリーサインはねちょっと取れなかったんだけど、はい、一応立ってるのはちらっと見えたんだけど、うん、あっぽいね、うん、鶴居村っぽいですよこの辺。ここがそうでしょ。あ、もう入りましたよ。じゃあこれは間違いなく、はい、おナビもグリーンパーク鶴居っていうホテルかな確か、うん、あるんですよね。お久々の信号。おー、止まれー。いや、 やっぱさ、こっち釧路というか十勝方面というか、まあ、釧路側って太平洋近いと雪少ないね。ねえ、乾いてるもの、うん、路面がもうがっつり出て全然よく入れる必要がない、叩いてる？うん。マジで？到着だ。着きました。鶴見台です。行こう。すごい人もいっぱいいるし。うん。大声を出さない。柵を越えない。乗らない。OK。消毒マットを踏んでください。できたでしょ。あ、いる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 。ちっちゃい、大きい声出したら逃げちゃうんですよ。サルルカムイっていうふうに言われてたんだって。12キロもあるんだ。7から12。すごいいるいる。ほら、見える？泣いてるよ。なんかこうこうって。いっぱいいるぞ。あれなんか茶色っぽいね。木の、そうか。本当だ、子供なのかなあれ。これだよね、うん、これ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 。それなんか毛の色が違うね。茶色っぽいよね。うん、すっごいいっぱいいる。これ片足立ちしてんのいるね、いっぱい、うん、ほらこれそうでしょ、片足立ち、うん、あ、なんだっけ、冷たいから。あ、理由はあるの、うん、すごい遠く、奥の方まで結構いるわ、ね、国の天然記念物でしょ、うん、いやー、すごいね、今火がまだ左側がその牧場になってるけど、うん、いっぱいいるね。ね、いや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 、見てきましたよ。途中白鳥が舞い降りたけど急に、あ、なんだ、鶴が飛んできたと思ってよく見たら、鶴じゃねえなって白鳥だな。見事にあれだね、降り立ったところで鶴から攻撃を食らったんだ。おめえちげえだろっつってそう、何しに来たんだこの野郎みたいな。おい、何だって見えてよ。そう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 、おめえ誰だっつってどっか行ってくれっつって厳しいやっぱあれですよ、ご飯をこう確保する野生のそこは戦いですから。すごかった。まあ、という感じで
まあいいもの見ましたよ。はい、はい、で今ここからまあ時間的にもちょうど今12時ちょうどぐらいかな。はい、お昼ぐらいでしょ。ええ、なんでこっからお昼ご飯ちょっと食べに行きますかと、うん、いうことで少し移動し1時間ぐらいかな、うん、ちょっと走ってからくらい、ええ、ちょっと気になるねお店ありますから。はい、気になっちゃう感じ。そう、ここ最近あのちょっと行きたいなってお店は基本的にこうあれやってないなみたいなのが続いてるっていうね、私たちのこのジンクスをね打ち破りたいんですよそろそろ。そうだね、うん、なのでまあちょっとね行きたいとこありますから行きましょうよと。わかる。なんかねあれ、うん、白だけどさあのピンク色でイチゴ味みたいな、うん、おすげえ綺麗。雲かかってるのかなあれ。うん、かかってる。すごいすごいすごい綺麗な三角よな。ね、まさしく雄大ね。すげえ晴れてるからすごいくっきり見えて綺麗。うん、すごいね。真正面だよ。絵みたいじゃん。あの浮世絵とかでありそう。うん、あの富士山をモチーフにして、ね、北斎みたいな。うん、ありそう。すごいね。もうだいぶ近く。だいぶ近い。すごい迫力だよ。ね。もうすごい圧を感じる。ね。すごいね。これあ。雲がぶつかって流れてる。あ、綺麗だな。なんかこう神々しさを感じるよね、こういう山には、うん、アイヌの、ね、方々の文化もそうなんだろうけど、うん、すげえな。でも世の中にはさ、こう山岳信仰っていうものがあってさ、山に畏敬の念をみたいなさ、あ、そういうのってこういうところから来るんだろうね。ね、神様が住んでるとかよくさ言うじゃない。ね。なんか確かまだいるかもしれないなと思わされるような。それだけの圧があるやっぱり。迫力という。まあ言うてそんなこと言ったらあとちょっとですよ。もう2キロ。うん、阿寒湖温泉も2キロなんで。温泉街の中かなあれは。だと思われる。気になるお店はね。なんで駐車場がもしかしたらないかもしれないんで、うん、あると思います。そう、あの何こうみんな使えるでかい広い駐車場、うん、あそこに止めていくみたいな感じになるかもしれないね。とりあえずあの無料駐車場に来ました。けどこれどういう止め方なの。これ雪積もってたりする場所あるの。どうなってんだこれ。よし、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ今駐車場止めましたんでこのまま歩いていきましょう。ここから右行くとまたあの温泉街の方なんだけど、ここからねちょっと何百メートルだろう、結構距離あるんだよね。10分ぐらいあるかもしれない。ここまで結構ありますよ。しかも路面滑るからね。ここから右行きます。今こっちから下ってきたんだけど、なんかねちょっとこう見える逆光で見づらいかな。ちょっと趣のあるノスタルジック、うん、マリモ通りっていう、あ、昔のあれだね、商店街とかさ、あの本当温泉街いかにもこう昔こう栄えた、そう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 、あの飲み屋街とか、あーすごい、あ、お家が売ってるよ、うん、こんなとこ住めるなんてすごい、クラブだって、クラブロイヤルキャッスル、どういうこと？クラブ？都会だってどういうこと？普通クラブじゃない。子供たちのさ少年団的な感じじゃないですか。なんか卓球クラブとかそういう感じでしょ今の。
なんかいいね、ノスタルジックだね、雰囲気が。うん、なんかいい匂いする。わあ、あかんかったね。四姉妹って感じ。なんだろうね。あ、こういう裏通りの感じがいいね、またね。本当だ。足入りたい。何もないけど。あ、何も含むのがない。またウェットなものでウェットの足を含めない。拭けてるんですかそれみたいな。やる。すごいね。ああ、雰囲気がある。あるいいお店だった。お客さんのカウンターでコーヒー飲んでくるから何名様っつって、ね、あ4人なんですけどって言ったら4名様、ね、4名様座れるっつっていや素晴らしい。いやこれがやっぱね地元って感じで、地元感があっていいよ。いや美味しかった。ボリュームがすごかった。結構お腹いっぱいになったよ。本当に満席満席でさ、急いで食べなきゃみたいに、急いで食べたからちょっとお腹膨れやすいっていうのはあるけど、いやにしてもボリュームはあったよ。じゃあとりあえずこのままね、あの食べた直後なんであんま急ぐとあの大体脇腹痛くするから。はい、ということで行ってまいりました。はい、いやよかったね。なんだっけ、ここ最近の気になるところは全然やってないっていう、あのジンクスを破ったよね。なんだもう激混みでさ。そうだよ、もうすぐ満席。そうだよ。まあそんなこんなで、まあ今日はね、じゃあこの辺で終了しましょうか。あとは本当帰るだけなんでね。うんうん、はあ、まあ大満足でした。なんだかんだ言って、ほら腹いっぺいだ。ああちょっとどうなるかと思ったんだけど、ね、うん、ちょっと怖かった、不安だったよね。やってんのかやってないのかっていうのがさ。まあまあまあ、そうそうそう、やってないわけないんだよ、うん、一応データ上は、うんうん、だけどそのデータに裏切られ続けてるからさ最近。そうだね、そう、その機械に縛られてない営業スタイルを、ね、そうそうそう、皆さん取られていらっしゃるから。そうそう、え、好きな時に休ませてもらいますよ、うん
まあいいんですけど ね、そういうもんですよ、個人経営ってものは。なので、まあそれが良かったなっていうのと、あとね、あの地味に個人的にはね、あ、なんか充実したなっていうのは、あの温泉街をやって歩いてちょっと行ったっていうのがまた良かったね。ああ、そうだね、あんまりあれって歩くことないからさ、あれはなんか新鮮だった、すごいね。うん、こう車社会だとさ、目的地まで車で行けちゃうのが基本だからさ、まあ札幌みたいな都会だとね、どうしても離れたところに止めてってのあるけど、ね、うん、こう身近なところでちょっとこう歩いてみるとこんなになってんだなとか、うん、味のあるなんかああいうね路地を見つけたりとか、うん、ああいうのはやっぱ歩いてみて楽しめるもんだなっていう感じだったな。でした、ようこまさん日帰りでした。古き良きものを見て、ちょっとノスタルジックな気持ちになり、そうだね、確かに。で、見たいと言ったタンチョウを見れ、そうだね、うん、頭赤くなかったけれど、あ、確かに言われたら、あれ何なんだ、赤いのって何、タンチョウで、タンチョウ、確かに赤いのいなかったな、まあ良かったと。まあそうだね、まあ、見るものは見れたし、うん、食べれるもん、食べるものは食べれたし。ね、うん、ハラハラはしたけど。そうそうそう。いや、ここ最近の流れだと怖いな。それをね、払拭するために行ったんだけど。そう、まあ結果良かったっていうかね。まあビフォルトロケの景色も綺麗だったしね。ね、一気でチラッと寄ったけど、顔が凍りつくかと思ったけど。そう、めちゃくちゃ寒かったもんな、あれ。まあ、という感じで、まあ、あとはこういう山道を通り北道へ向かうと、はい、はいう感じでございました。まあね、旅らしい旅としてね、どっかちょっと泊まってっていうのもねやりたいんですけど、その辺はまあやっぱりおのおののあのスケジュールがあるん で、はい、でそのタイミングを見て、行けそうな時に、はい、まあ、行ければなと、うん、思いますので。次はどこかな。どこかね、ちょっと行きたいとこあるんだけど、ね、私はね、そう、そうそう、まあちょっと遠いんでね、あ、はい、300キロ走ると思いますから片道で。なるほど、はい、という感じでね、今日は終了したいと思います。深くは聞かない。まあ後で言いますから、まあ、という感じでね、本日も最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしければね、また次回、まだ計画は立ててないけど、はい、次回ね、また どんな動画になるか、どんな旅になるか分かりませんが、いい、また遊びに来ていただければなと、はい、はい、思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日終了したいと思います。はい、それでは皆さん、さよなら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 。映画って素晴らしいですね。なんか微妙に締まりがないけど。いつからこれになったんでしょう。わかんない。なんかこの前続いたからそのまま言ってるけどみたいな。まあまあいいんじゃないか。なんか雪降ってきちゃったよね。